焼肉あるシンガポール。あるあるある、いっぱいあるよ。でもね、なんかシンガポールでうまいのは中華。あ、そうか、チャイナタウンとかすげえでかいんだ。うん、6割ぐらい 中華系の人なんだよ。へえ、そうなんだ。だからもう中華料理はめちゃくちゃうまいよ。あ、そう。うん、だけど、まあ、正直和食とかは高いお金出せばいい店もあるけど、うん、ベースのレベルが鬼高いのは中華とインド料理。インド人も2割ぐらいいるから、インド料理はめちゃくちゃうまい。すげえな、その、うん、移民のそういう人たちも。そうそうそう、うん、でもそういうインド系とか中華系がもうとにかく多いかな。もちろんイスラム系もいるんだけど、うん、マレー系とかね。エスニックとか中華はめちゃくちゃうまい。一回行きてえな、シンガポール。隔離が今ある？シンガポールもある。うん、ある。てか なんで今回さ、うん、1ヶ月ぐらい帰ってきた。まあ妻が、うん、あの萌がさ、一回日本帰りたいって。ああ、そうだった。まあ、あの里帰り、はあはあ、あ、そうか、もうすぐ帰ったんだ。まあ、子供たちも学校休みの時間だから帰れる、帰りたいなって。俺は隔離期間あるしまだ別に良くないみたいなことしたんだけど、帰るって思って一回帰ってみてもいいかと思って、それであの戻ってきたって感じ。え、誰か会った？こっち来てから。もうここ数日連日対談してるから。いや、対談って何？あの YouTube でってこと？ YouTube で。あ、そうなの。そんなやってんの、うん、こういう感じで。そう、だからそのこっち来る分授業取れないから。あ、だからその分は対談で。対談したからには会って喋って撮ろうみたいな。それは何系？芸人だけじゃないよね。芸人さんじゃない。もう糸井重里さん、山田五郎さん、古舘一郎さんっていう、もう3連チャン。あ、でもまあその方がしっくりくるわ、逆に。うん、いや、めちゃくちゃ楽しかった。へー。でも古舘さんも一回やってなかったっけ？やってた。だけど、1年経ってまたちょっとお話したい。僕は大好きだから。俺もほら、慎吾みたいにさ、なんかいろんなキラキラした女性タレントさんと、はいはい、なんかいい感じに喋るのがすごい苦手意識だから、そういう6、70代の男性との喋りが楽しい。はいはい、いや、俺逆にできないもん。山田五郎さんとかさ、うん、逆に何喋っていいか分かんないもんね。いや、ものすごい楽しかったんですよ。へぇー。何、前田五郎さん、何？前田五郎さんじゃない。コメディナンバーワンだろ。そうね、前田五郎さん。山田五郎さんね。坂田師匠の相方さんだろ、前田五郎さん。山田五郎さんって趣味の人なんだよ。すごいその粋な、まあ、西洋美術のチャンネルやってて、めちゃくちゃアベレージの再生回数高いんだよ。あ、そうなんだ。2、30万回普通撮ってる。知らなかった。50代とか40代の人に向けて、めちゃくちゃヒットしてる YouTube 作ってる。へー。本当にダヴィンチとかの解説やって、すごい再生されてるんで、それで、その五郎さんに、うん、この先どうして生きていけばいいですかっていう、こと聞いてたわけ。俺ものすごくさ、独立 したかったのもそうだけど、自分で経済的に自立したかったし、ビジネスやりたかったし、自分の仕事したかったんだよね。それがさ、まあ言ったら叶ったわけじゃん、うん、なんかこの先どうしようかなって思って。あ、なるほどね、うん、目標ロスね、中田敦彦の。そう、たまに襲ってくる。そういう時に富士さんと喋った時にね、10年趣味やれって言って。おー、なるほど。趣味かって。自分にやれることはもう全部やってるから。趣味ないなあっちゃんね。ないでしょ。うん、やれゴルフだもんね。はいはい。でもやっぱりやりたくないの方になっちゃう。そうだ、うんうん、なんかピンとこないから、うん、で五郎さんに聞いたの。茶道やりなさい。ここへ来て。ここへ来て。昔あのやっていた高校時代に。中学時代な。中学時代。でも UAV だったんだよ。あ、うん、そうだよね。でも茶道はその茶器とかを集めるコレクターみたいな掛け軸とかな、側面とスキルの側面と両方あるから。でインターナショナルだから、海外の人にとっても茶道はめちゃくちゃニーズあるから、日本人なるほどやりなさいと。めちゃくちゃしっくりきたのよ、うん、俺これから10年かけて茶道の師範代になるこれ目標にしてるいいじゃん、茶道の師範代になって。でも俺も今聞いて、うんうん、しっくりはきてる。来るでしょ、確かに、うん、ほんでまあ、こんなこと言ったらあれだよ、面白いし、うん、面白いよ。中田敦彦今茶道に打ち込んでるらしいよ。打ち込む。俺はこれはエンタメとしては面白いし。俺は茶人になる。茶人行くの？いよいよ俺茶人になる。もうその作んの、ああいうなんか千利休みたいな、ああいう茶室も作りたい。茶室を作んの？最後は茶室を作るらしいんだよなんかそうでしょ、歴史上のそういう人たち、偉人はさ、うん、俺茶室作るから。だからすごいこう楽しみになってきたね。そうなんだ。だからもう好きなこと喋るとか、好きなように喋るとか、番組作るとか、まあ、やってきたんだよ。でまあ、これも続けるし、うんうん、でかいライブやるとかもさ、俺の中にそのここからのあと数年間のビジョンがだいぶ見えてしまったところがあって。なるほど。見えるとさ落ち込むよね。俺落ち込むよね、うん、うまくいってんのに。そうそうそう、うん、あの武勇伝とかがさヒット仕掛けた時俺むちゃくちゃ落ち込んだ。覚えてる？俺はもうすっごい狂気乱舞してた時でしょ。うん、そうそう、これ売れるぞーっつってそうそうそう、いや面白いよねその部分。そうなんだ。ずっと変わんないじゃん、うん、見えると落ち込むんだよ先が、うん、あ、これはもうこのゲームがあとはもう自分の中で作業になっちゃうから。価値が見えちゃうとね。価値見えると作業になるから、ね、うん、そんなバカなと思って見えないことやれって井上さんに言われた時に、うん、
いや本当に欲しかった言葉いただいたと思ったし、何やったらいいですかって言ったら茶道やれってバシッってゴロさんに言われて、これだって、むちゃくちゃそうだと思って、で茶道やってる芸能人いるか調べた、したら最近師範代になった、えルー大柴さんだった、ルーさんが先にいた、いた、すごいよへえ、全然知らなかった。ルーさんはその小堀演習流だったかな、そのなんかその1個ある歴史ある400年ぐらいある流派の師範代に最近 なったらしくて、でも茶道をやる芸能人いるんだよ、柴咲コウさんとも最近立ってたし、ああなんかやってるね、そう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 、北海道移住してなんかやってたり、何にせよ長く楽しめるから、うーん、コミュニケーションできるじゃん、まあ確かにね、うん、それが今その俺の中のもう一つ軸になってやりたいなーっていう、中田敦彦のやっぱ面白いなー、うん、あんのシンガポール時代には茶道という、分かんない、でもちょっと今から調べる、バカすぎ一つじゃん、逆にシンガポールでこう普及させたら、そう、ティーセレモニーって言うんだけど、ティーセレモニーね、そうそうそう、うん、あの海外の人はすごい好きらしいんだよ、まあイギリスとかのね、うん、ああいうティー文化もあるし、うん、これが日本っぽいっていうのすごいウケんじゃない、うん、仕事でどこまでいけるかっていうところでやるにはもう40になったんだなって思う、はい、すごいけどね、それはそれですごいことなんだけれども ね、まあ、ねその年でもう仕事でとりあえず自立できて、うん、できてるじゃんお互いに、いやまあそうだけど、まあ、まあまあそうっちゃそうか、うん、お金の稼ぎ方が分かったんでしょと、うんうん、だから今度は上手に使いましょうっていう、なるほどね、ことらしいんですよ、俺はあっちゃんの今年の授業見て結構ファイナンシャル授業をいっぱい見てるから、ああまず最初に S&P500 をぶち込んで、うん、でこの間厚切りジェイソンの VTI があったから、うんうん、あ S&P もう違えんトレンドじゃねえのと思って、うん、そっちぶち込んでいやいや危ないやり方してる、俺はどっちでも大体一緒だよ、まあ、で調べたら一緒だったんだけど、うんうん、それを含むねっていうのをやってるけどね、あすごいすごい、 YouTube 大学めちゃめちゃ参考にしてるから、ね、あいいねいいね、それをちゃんとやってるのがシンゴすごい、いやだってそうじゃん、ずっとそうじゃん、この前でも結局そのちょうどそのゴールさんに会った夜に、うん、ハニャのカナダに会ったけど、カナダはダメだよ、あいつ全部逆言ってた、変な投資すごいしてんだからあいつ、いや本当そうですよ聞いた、貯蓄少ないくせに借金して変な投資入れて分割払いで時計買ったって言ってそうそう、これ全部やって、それであっちゃんのお金の授業見てるよって違う違う見てると言うなよ、あいつちゃんと吸収してないんで、俺もこの間よく会うんだけど、会うんだ、それ絶対違うと思うよ、もう一回 YouTube 大学見た方がいいよ、うん、つって、うんうんうん、絶対違う、そんなこと言ってないマーちゃん、そうなんだよ、まずあの消費抑えろよもっと、そう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 、支出を、支出を抑えなきゃいけない、でそのわけわかんない投資だけがマジで意味わかんないから、そうないから元金が保証されるとか、そうそうそう、まず あいつポンジスキームかこうとしたからな、えポンジスキームって詐欺に引っかかりかけるいやそうだポンジスキームを去年俺はその止めたんだよ、ああだからそれポンジスキームだから、はいはい、やめろって、ああやめさせて、ああその上で1年経って大丈夫かなと思ったら、うん、やっちゃいけないその分割払いとか、はいはいはい、仮想通貨貯蓄ないのに仮想通貨行くとか、やっちゃってんの、もう全部やってた、はいはいはい、うん、だからもうその全部聞こえてサトシ、これやんなこれやるなこれやるなこれ全部やってる、あいつな、でもちゃんとやってるもんな、やっぱすごい、いや俺はだからもうそれに沿ったことしか逆にしてないから余計なこと言ってたし、確かになんかお金も貯まってくるとさ、うん、えこれずっとこのまま寝かしとく意味あんのかなって、ね、その支出で出てくるわけでもないし、うん、もうほんと服とかも買わなくなったからってなった時にああいう S&P の授業を見たり VTI 見て、うん、へーあいいじゃん、うん、同じ置いとくんだちゃんと取り入れるかなと思って、うん、俺すぐやったよ、慎吾はね、もともと持ってたから楽天証券で一番取り入れるからいやだってそれあれ単純にいい話やから、まあ、そうね、そうそうそう、いろいろ自分で多少調べたよ、うん、どういうなんだリスクだなんだとか、うん、それはね趣味もともとあるしな、ゴルフとかな、ゴルフそうね、まあ最近またやっぱ体鍛えるのもすごい、あそっか、でも役者的にも必要だし、ね、楽しいしね、まあ、バイク楽しいよね、あすごいな、大晦日とか俺も総長たち一団の皆さんと一緒に過ごすの、そのメンバーで、あそうなんだ、結局楽しいんだよおじさんたち一緒にいるのバイクな、いやだからほんとさそこら辺が俺ないからさ、うんうん、まあ、ね、それはそれぞれだからさ、そうそうそう、本当だったらもうそういう投資話とかめちゃめちゃ詳しく聞きたかったからね、シャトー、聞いたシャトーブリアンを食べながら投資の話しようかいいね、うん、今いくら持ってるかな、おーあるじゃん、こっから稼いだのガンガンぶち込んでる、都内にあのサウナつけて、逆に自己資本でできないビジネスは、うん、あの身の丈に合わないからやるべき、広告って、まあ、悪くないけど、うん、自分の影響力を誰かに貸してるってことだから、うん、コスパは悪いけど、宮迫さんのお店はデカ箱なんで、デカ箱むちゃくちゃデカ箱、サウナ関連グッズを売ってサウナができるまでを1個エンタメにするわけ、ビジネスはとにかく相撲だから、コツコツ当てましたね、当てましたね